カリーリョ、2006年サンティアゴ・ホセ・カリーリョ・ソラーレスは、スペインの政治家。1960年から1982年まで、スペイン共産党書記長を務めた。ユーロコミニズムの騎士として活躍したことでも知られる。名字はカリーョとも、アストリアス県、 基本出身。父は著名な社会主義者のウェンセル・サン・カリーリョ。6歳の時に一家がマドリードへ、転居、13歳にしてスペイン社会労働党機関士、エル・ソシアリスタに勤務。同時に、同等系の労働組合、労働者同盟やスペイン社会主義青年同盟に参画、する。1 9 3二年に社会主義青年執行委員会に加わり、機関士、 レノバシオンの編集者に就く。組織内では佐賀に属していた。社会主義青年同盟が求心主義色を強めた1933年には事務局長に就任。しかし、労働者同盟による放棄に関与した過度で、1934年10月から1936年2月までの1年4ヶ月間、投獄を余儀なくされる。 釈放後の1936年3月、社会主義青年同盟幹部と共に、モスクワへ赴き、共産主義青年インターナショナルの指導者らに越見、社会主義系及び共産主義系青年同盟の統合に力を尽くす。この動きは後に、統一社会主義青年同盟の結成につながることとなる。内戦勃発後、スペイン共産党への入党を決意。内戦では、 ソビート連邦を熱烈に支持し、1936年11月7日に、マドリード防衛評議会の共和国側評議員に選ばれる。同評議会は、マドリードがファシスト側に包囲されている間、最高機関としての役割を担った。ネフリン政権及びその支持者に対する内部クーデターにより、1939年3月、マドリードが陥落した後も、 共産党は第二次世界大戦まで抵抗運動の継続を希望。クーデターを先導したのはスペイン。社会労働党員でもあった父ウェンセルさんだが、カリーリオ自身はクーデターを反革命や裏切りと見ており、これ以後父と絶縁するに至る。スペイン第二共和政法会後は、フランシス・フランコが独裁者として軍政を率いることとなる。 このためパリへの亡命を余儀なくされ、党の再建に奔走する。亡命期間は38年間に及び、そのほとんどを、同地のほか、ソ連やイタリアなどで過ごす。1960年、パシオナリアドロレスイバルリから前上される形で、スペイン共産党初期長に就く。初期長在任中は、マルクス・レーニン主義やスターリン主義、社会民主主義に反旗を翻しながらも、 独自路線を模索。ソ連がチェコスロバキアに侵攻した1968年以降、ソ連とは一線を隠し始める。フランコが1975年11月20日に死去すると、1976年に極秘裏にスペインへ帰国。1977年3月2日にマドリードで開催された会談にて、フランスのジョルジュ・マルシェやイタリアのエンリコ・ベルリンゲルと、 共に、ユーロコミュニズム運動の先陣を切った。4月開催の党大会でも、例人主義の放棄のほか、複数政党制並びに、王政の承認を決定。同年スペイン国会の会員にあたる、スペイン会員選挙で、マドリード選挙区から出馬し初当選。なお、この選挙は、スワレス政権により、スペイン共産党が合法化された直後で、民政復帰後初であった。 移行期間中における仮医療の権威や指導力は民主制度への平和的な進化や反対勢力との対話に基づく建設的な手法、内戦からの復興を進める上で決定的な役割を果たした。一連の取り組みは政策とも称されるが平和的な民政復帰を可能にすることとなる。1979年には再選を果たすものの、 内戦やその後の弾圧並びに独裁からの回復途上にあった1981年2月23日、クーデター未遂事件に遭遇。これを機に共産党への支持が一旦は後退する一方、23回における万有は注目に値する。当時引退間際であったスワレス首相やマヌエル・クティエレス・メラド防衛相と共に反乱軍の命令に背いたばかりか。 席に居座り、タバコを吹かす模様がテレビを通して生中継されたのである。2月27日マドリードの街頭にて民主主義と語権を訴える大規模なデモンストレーションに参加。1982年の選挙でも議席を死守。しかしこの選挙で共産党は主流派であるユーロコミュニズム派と真相派との対立などが 相まって、前回選挙より19議席限の4議席と惨敗を、喫する。同年11月6日、党制が振るわなかった責任を取り、初期長を退任する。後任は、ヘラルド・イグレシアス。1985年4月15日に、共産党を除名され、1986年には、スペイン労働者と共産主義者の統一を結成。しかし支持が伸びなかったため、 ソビエト連邦の崩壊間際の1991年10月に解散を余儀なくされた。解散後はスペイン社会労働党に合流したものの、カリーリョは長年にわたる共産主義者としての教授から社労党入りを拒絶している。ドイツ社会主義統一党第6回代表者会議で演説を行うカリーリョ2005年10月20日、マドリード実地大学より名誉博士号を授与された。 これに対しては、ウハロン客から適厳しい非難を浴びるも、カリーリオ自身は、ユーロコミュニズムを経て、社会民主主義に右転落しており、もはや共産主義者ではなかった。晩年は2000年代前半まで旺盛な、呪述活動を行っていたが、2012年9月18日、マドリードの自宅で死去。97歳。9月20日に仮装された。ありがとうございます。